はい、どうも、秘密基地堀米総帥ハッチーでございます。まあ、今回もね、オフのね、移籍選手についてみたいなとこなんだけれども、まあ、松田陸選手、去年のね、夏にね、レンタルで移籍してきて、セレッソからレンタルで移籍してきてね、まあ、そしてガンバ大阪へと、まあ、この辺見るとね、まあ、大阪でね、禁断の移籍みたいなやつの、まあ、ワンクッションにされたかなみたいな感じは否めないんだけれども、まあ、セレッソとしてもね、例えばまあ、松田陸からレギュラーを奪った毎熊選手が、まあ、今年の夏ね、海外移籍が、ほぼ決まりみたいな感じになっていたりとかで、まあ、松田陸が残ってやよかったのにみたいなところもなきにしもあらず、ガンバではね、逆に出番がなくてベンチ外、ってあたりの中なんだけれども、とはいえ、まあ、去年はね、松田陸がいなかったらどうなってたことやらと、まあ、その後の新東で帰ってきた三浦颯太あたりが、まあ、頑張ってはくれたんだけれども、まあ、菅井だったりとか、須貝がね、夏に抜けて、まあ、その後ね、三浦颯太も、まあ、三浦颯太、松田陸と、それぞれね、代表クラスと言えるような選手が、入ってきてくれるまでの間っていうのは、もう本当、チームがガタガタだったから、まあ、去年の夏の、こう、勝てなかった時期が、なんでそういう風になったかって、まあ、サイドバックがボロボロだった時期と、本当、まあ、ほぼ一致するんだよね。まあ、そう考えると、まあ、正直なところ、まあ、一番いなくなってダメージが大きい選手の一人みたいな感じにはなるのかな。まあ、少なくとも、まあ、ベンチ外だったら甲府に夏帰ってくればいいのにみたいに思わされる選手の一人と、まあ、それは須貝もそうだし、まあ、怪我人続出っていう意味では井上志音もそうだしってなっちゃってるけどね。まあ、品田真人あたりもそうか。まあ、今年はね、そういう感じで抜けていかれた選手、やっぱ主力が抜かれ、毎年抜かれるっていうね、J2 のこうあるある。まあ、去年のチームは ACL のおかげでそういうことが本当少なかったからね、本当にそれと比べたら今年のチームはいろんな意味でガタガタだし、怪我人も出てるしね、まあ、そんな中でみんなようやってるんだけどね、まあ、なかなかね、去年はお世話になりましたというか、まあ、チームを立て直してくれてありがとうございましたみたいな選手なんでね、まあ、頑張っていってほしいと思います。以上、ハッチーでした。